僕らの別荘。バキみたいな食事だ。玄米の感じとか。この後犬担いで。最初は担いでね。途中で疲れて担いで。最初から犬担いだから連れてく意味ねえ。別のものでいいだろ。犬以外の。かわいそうだろ。犬担いで途中で下ろしますわ。しんどくなって。犬かわいそうだろ。楽してると思ったら急に走らされて。かわいそうだろ、それ。で、それ。え、なんかベタベタするのついた。最悪。なんかベタベタするのついた。うん、あ、米じゃないですか。うわ。お米踏んだんですよ。米？あ、これかな。なんかあるよ、なんか。それお米踏んだだけですよ。お前が落としたよ。お前が落としたよ。見してください。これ。ああ、うん。それ米踏んだっすよ。お前が落としたよ。お前が落としたよ。落としたかもしれないですけど、まあ、踏んだ。違う違う違う。お前が落としたから踏んだんだよ。まあ、踏まない方がいいっすよ、お米は。やべえ。激ヤバじゃん。こいつ強え。お米が落としたら、あんま踏まない方がいいっす。マジで？うん。踏んだのは、しょうがないっすね。うん。石なんか、これ、これ臭くない？なんか。あ、食器洗ってないんですよ。洗えよ。洗えって。食器洗ってないんですよ。洗ってないんですよ、偉いよ。あんま嗅がない方がいいっすよ。嗅がってないなら。なんなん？嗅ぐのが良くないっすよ。やばいよ、こいつ。骨は寒くない？あ、窓開けてんすよ。開けてんだよ。なんで開けてんだよ。寒いなら服とか着た方がいいっすよ。なんで開けてんだよ。意味わかんないって。服とか着たらいいのに。服とか着たら。この家狭くない？あ、家賃低いっすよ。ごめんな。それは俺らも悪いから。それはごめんな。そうだね。踏まない方がいいっすよ、お米は。やべえ。